はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もデイズゴーンをプレイしていきます。さあ、前回ね、ちょっとブーザーが行方不明になったんで、探しに行きましょう。バイクに乗って。リッどこキにいー、るんいだるろか？どうかしたの？あ、リッキーに聞いブーザーて。が出てったっきり、戻ってない。嘘でしょ、探しに行くの？手伝おうか？あれ、ミッションエリアから出る。いや、大丈夫だ。あ、農場にいんのか。じゃあ農場行きましょう。聞こえるか、ブーザー。さあ、農場について。よし、ここだな。いるか。おい、ブーザーは？うん、もう帰ったんだろ。今日の帰った。いや、まだいる。腕が片方ないやつだ。ああ、あいつか。あいつなら農家の方に向かった。一人で歩いてったぜ。あ、別のところに行ったのかな。やつを見たらここにいるよう言って、俺かリッキーに連絡くれ。ああ、分かった。別の農場か。さあ、ここかな。なんか死体があるけど。聞こえるか？ウイスキーの瓶を持ってたってスキッツォが言ってたな。どこだ？あいつならどこでウイスキーを飲む？これか？違うな。どっかの家の中とか。あ、家の中か。あ、これか。ここにいたんだな。読書かよ。ウイスキーボトル。なんか。カナダ。敵がいる？ビールのケースか。なんかいるか。え？なんだこいつ。なんだ。うわ、気持ち悪い。仲間呼んでんのかな。うわ、元気な、元気なハゲたちが。結局ハゲが来るっていう。なんだこいつ。ふざけんなよ。あ、弱すげえ元気なハゲ来たな。うわ、強っ。よし、ちょ、落ち着け落ち着け。順番で順番で。まずいな、結構強いっていう。うわ、元気だわ。火炎瓶でいくかな。よし、ははは、よし、大丈夫かな。なんだ、すげえ声上げて。マジんだこいつだよな。大丈夫か。よし、また探すの。あ、これか。さて、調べるか。どこだ。いいぞ、ビール瓶からだ。あー、違うところにまた行ったのか。ブーザー、ブーザー。無線では応答するんですけどね。お前、農場にいるって言ってたよな。あ、聞くのか。いなかったぞ。どういうことだ。それは、ああ、それちげえぞ。俺が言ったのはもう一つの農場だ。もう一つ。なやか、何かな。実はなや、ビールを見つけてな。なるほど。で、そいつを飲みながら散歩でもしようと思ってな。まあ、それはいいんだけど。夕日でも見ながらよ。で、あれだ、歩いた。もう一つの農場まで。ここか。あれ、あいつらがいるぞ。ここ？なんだこれ。そしてこっちにもビール瓶。ベッドが濡れてる。こっち？ブーザー、あ、降りていったのか。ブーザー、また別の場所かな。今どこにいんだよ。一緒にビールを飲むんじゃねえのか。ブーザー、おい、どこにいるんだ。周りに何があるか教えてくれ。何でもいい。目印になるものは。ああ、それならさっき教えたろ。ああ、あれ見ろ。何を見ろって、ブーザー。何がある？道路だ、道路だ。道路？なんだこれ、変だな。消えちまってる。よくわからねえが、誰かが来てプシュ掃除したみてえに。なんだ、道路が消えてる。そうだ、まるで誰かが来てさっとすくい上げたみてえに。よ、すげえ。歩いて、俺は歩いて、ね、気づけば道がなくなってた。おい、どこへ行く気だ、ブーザー。家だ。俺が行くのは家さ。とにかく家か。あ、こっち、あ、家に帰ったのか。ここにいろ、じっとしてるんだ。人目につかないようにして俺を待て。よし、行こう。今行く。
あ、いたいた。よし、いた。途中にいたか、なんか奥にもいたけど。こんな時間に散歩か。わ、どんどんなんか進化してるな腕が。俺は帰るんだ。オリアリーさんには戻れないぞ。オリアリーなんかじゃねえ、フェアウェルに帰る。くそ、俺戻るぞ。でも止めるな。そうか、そんなに奴らの仲間入りしてる。危ないな、安定は。うわ、バレてんのかな。来いよ。大丈夫か。そうか、そうかよ。これで俺は早く逃げろ。いや、そうはいかねえ。なあブーザー、だろ。ディーグ、ブーザー、気づいてないのかな。お前の嫁が死んだ夜、俺はなんて言った。なあ覚えてるか。死ぬつもりでウイスキーを飲み干してるお前を見つけて、俺はなんて言った。お前は瓶を奪って一緒に大量のウイスキーを飲む。俺が死ぬまで飲む気ならお前も付き合うと言ってな。相棒だから。もう一度聞くぞ。俺たちここで終わっちまうのか。うわ、走ってきてる。しかし、刺されるぞ。え、うわ、来てんの。あ、来てる来てる。うわ、来てる。いや、ここあれ走りづらいかな。うわはは、うわうわうわ、分かってる。俺も昔はあんなバズに乗ってる。うわ、まずまず。うわ、来てる。危ない危ない、ビビった今の。さあ、フリーカーだ。どこどこ、見えてるっつってんだろ。来てる。あ、もうちぎってるな。どこに行けばいいんだ。あ、こっちか。うわ、逃げ切ったかな。あ、大丈夫。もう大丈夫だろう。なんとかなったな。これで送り届ければいい。あ、だな、俺には分かってるぜ。えへへ。なディグ、なんだブーザー。いや、ただ言っておきたかったんだ。ありがとう、本当に。おう、ブーザー。ああ、おい、いいから黙って聞いとけ。おめえはこんな俺を見捨てずに助けに来た。またな。恩に着るぜ、借りができた。おお、大丈夫かな。それは逆だ、俺の方が。いいか、お前がいなかったら俺はとっくに死んでたか、もっとひでえことになってた。まあお互いそうだよな、多分。大丈夫か。そうだな、今すぐベッドで横になりて。ああ、疲れたよな。ああ、これで終了。はいはい。さあ、そして新しいミッション、なんだ、人間兵器にしたいの。あいつかな、ブーザーかな。ロストレ、さあ聞いていきましょう。リキ、あ、頼みがあるんだが。どうしたのディーコ。あー、ブーザーの腕のことだ。お前がフックを作ってやっただろう。あれはすごくいいんだが、そのフックじゃなくてこうナイフとかの方がいいんじゃないかと思ってな。わかるか。ちょっと待った、手貸して。どうも。つまり。ああ、ごめんね。で、つまりナイフがついた義手を作ってほしいってことでいいの。ああ、そのあいつを元気づけようと思ったんだが。人間兵器にでもしたいの。いや、別にそういうんじゃないが。ナイフの方は元気ねえんだ。すごくいいアイデアだと思う。部品を探してみるから、必要なものがあったら無線で伝える。いい、分かった。取ってくんのかな。あ、さあ取りに来ました。ここにあるみたいですね。パイプはどこだ、どこだろう。こんなんじゃないな、これか。あ、今度はまたナイフ、いろいろ集めていくのか。まあ、こいつはやつつけて、
こっちか。わかったぞ。ん？これか？あったあった。さっきのやつは持ってたのか。よし、これでいいだろう。あ、じゃあ私に行きましょう。さあ、私に行きました。リーカ、頼まれた部品を持ってきたぞ。ありがとう。じゃあ完成させるからまた後で来て。そのリキ、ありがとう。いいって、ブーザーは仲間だし。いいやつだな。よし、これでまた次かな。はい、そして次のミッションですね。オブライアンイベントでね、ブーザーがね出てくるかな。うんざりしてきたぞ。情報は、それはあることはあるけど、さっさと言え。最後にもう一度頼まれてほしい。あ、ラストか。俺が言ってたこと聞いてたか。いい加減にしろ。最後だ。そしたら直接会って情報を教える。断る。彼女のミドルネーム、アイリーン。ちゃんと調べてんのか。サラ、アイリーン、見てか。申請用紙に書いてあったんだ。これで最後だぞ。約束する。座標送った。また後で。じゃあまた行くのかな。よよ。あ、ブーザー来た。このブーザーがね、手にナイフがついて危なすぎないっていうね。めちゃめちゃ危なくなったな、ブーザー。最後にもう一仕事しなくちゃならない。そうか。ね、これ危ないでしょ。おう、いや、やめとく。好き釣りのらしごと不意に刺しちゃうよな、これ。と面倒くせんだ。やつはほっとけ。後で俺が送ってやる。久しぶりにヘリ見たいだろ。あ、一緒に行くんの。見つかったらおめえのせい。危ない危ない。マジでブーザー危ないわ。なんだ、鞘的なものないのかな。むき出しだからな。あ、来ましたね。もっと行くのかな。よし。え、ブーザー置いていくの。ヘリ見ただけ。任せとけ。そこだ。お、じゃあ今回も行きますか。なんだ。糞を採取してんのか。ああ、そう。ってことは、フリーカーのクソを集めるためにこんな人里離れた場所まで。その通り。そうか。よくわかった。はい、聞いた限りだとなんか糞を調べてんのかな、フリーカーの。で、その糞が結構栄養ある感じで、あいつらはね、なんだろう、人間よりも長く生きるみたいな感じですね。じゃあ帰るか。さあ戻ってきて。聞こえたか。ひでえ話だ。税金使ってフリーカーのクソ集めしてんのか。言ったろ、奴らの行動は意味不明なんだ。近くに奴らの基地があるのかもしんねえ。後つけたか。ああ、だがいつも山を越えて南へ消えちまう。それに道路が塞がってて追いつけやしない。たく怪しいな。と捕まえて問い詰めてやりて。ああ、ん、でかいのか。オブライアン、あ、オブライアンに会いに行くのか。いい質問。さあ、オブライアン。それで情報持ってるかな。言っとくけど、あまりちょっとブーザーは置いてきたんですけど、やっと記録を調べてくれる人を見つけた。近くにね。じゃなくて組織が残したその。落ち着け。とにかくサラウィテカ奥さんはシルバーレイクにある野外病院に入院したって記録にある。うん、うん、これによると6時間手術を受けてから移送された。助かったんだな、サラは。死ななかった。
ああ、記録によれば完全に回復したみたいだ。それから彼女はチェモ郊外の別のキャンプに。そうか、じゃあサラは生きてるかもしれない。いや、ずっと生きてたんだ、今も。いや、どういうことだ。キャンプは壊滅したんだ。誰も生存者はいない。でもお前は生きてる。あいつらだって。聞いてくれ。あのキャンプは守りきれなかった。97号線は完成したんだ。フリーカーであふれてた。ロサンゼルス湾岸地帯サクラメントから何千ものフリーカーが止める術がなかったんだ。それで逃げたんだろ。誰と逃げた。ネロの職員、連邦捜査官権限を持った。ちょっと待て。ネロの職員って銃を持った奴らだろ。市民を守るのが仕事のはずだよな。フリーカーの大軍を前に何ができるっていうのか。力もスピードも。大軍のことはよく知ってる。何もできなかったんだよ。そんなことはない。そのつもりがあればせめて何人かは救えたはずだ。そんな時間も余裕もなかったんだよ。パニックで人間同士が殺し合ってた。もういい、分かってる。奥さんのことは本当に残念だよ。生きてる可能性あるよな、全然。でも分かってくれ。あの時彼女をヘリに乗せてなければ、次の朝には死んでた。君は正しかった。もしヘリに一緒に乗ってたとしても何も変わらない。二人とも死んでただけだよ。そんなこと分かってる。オブライアン、あの時助けてくれてありがとな。完全若いかな。完全ではないか。まあやることはやってくれたよな。で帰るか。あれブーザーいなくないか。逃げ出した。なんだブーザー、ブーザー。ああくそ、ブーザーのやつどこ行っちまったんだ。ああ嘘だろ。追ってくの。なんだ、フリーカーに襲われてたのかな。さてブーザー、一体どこに。よし、追っていこう。ブーツの後はあいつのだな。これだ。一体なんだこれ。あ、これか。さてと。なんだ、リッパーに襲われたのか。あ、こっちか。あ、襲われてんな。わ、強え。ナイフ強えな。ここかな、開いたよ。なんだ、犬。ディク、こっちだ。ブーザー、何やってんだよ。本当だよな。探し物してたら、リッパーが犬を飼ってやがったんだ。え？大丈夫だ。感染してないんだ。嘘だろ。病気でもねえのに、奴らわけもなく犬を殺してんだぞ。犬嫌いなのか。ディーク、こいつを置いてくわけにはいかねえ。あ、そりゃ絶対にできねえ。分かった、それじゃあ俺がやる。え、なんだ、手術か。そうか、よし、いいことだ。もう大丈夫だ。え、よっしゃ。ディーク、とどめ刺したの。そうだな、もう終わった。まあどうせ死ぬもんな。かわいそうね、リッパー。まあリッパーもかわいそうだけど、死んだら。このあとリッパー殺すんだろうな。いいか。はいはい。行けるぞ。なんだ。え、行ってるけど。よし。入れる。いたったった。置いてるって、おお強い。なんだ。うわ、ハゲがすげえ勢いで走ってる。
え？うわ、バカ野郎、バカ野郎強いな、ブーザー。よし、援護しよう。邪魔邪魔邪魔ブーザーがすげえ邪魔っていう。どこだどこだ、早いな、ブーザー。こんな早いのこいつ。え、すごいな撃てないんだけど、つえブーザーつえな。あれ死んでないの？おお、拾っとくか。あ、スクラップくれたわ。大丈夫か？まだやりたかったか？いや、ただこいつらがムカつくってだけだ。ああ、まあな。とりあえずここをさっさと離れよう。え、なんか食らってたけどな。血一切出てないな。で、何があったんだよ。あ、こっちに帰るのか。どうだ、何が。はい、戻ってきて。分かってんだろ、宇宙服野郎はなんつって。どうだっていいだろ。オブライエンか。ちょっと待てブーザ、今はやめとけって。後悔するぞ。あ、おめえみてえなキョロいのにビビると思ってんのか。早く吐けよ。やめろって。おい、サラはどうなったんだ。あ、言えよ。お前らつってんだろ無神経すぎるだろ。あ、強いな。もういいだろブーザーの方が強いんだ。満足か。サラはどうなったんだ。ディグ死んでたよ。ブーザー、サラは死んでた。とっくの昔に死んでんだ。死んでたわけじゃないって思うんだけど。責めるのはやめろクソったれお前その左フックマジで効いたぞクソ野郎。ああそれしかできねえからな。あ、仲直りした。ほら、ボコボコにされたな。俺は戻らねえと仕事ほっぽったままだ。左しか打てねえのに3回連続でおめえをぶちのめしまったな。ほんと情けねえな。どこ向かってる。帰るか。ああ、いや、仕事が残ってんだ。そっち向かってくれ。シャーマンズキャンプの北の方だ。ああ、さあ、ブーザー送ってきて。なんだこれ。お前ら休むなよ。ほら感じ悪いな、こいつ。食えねえぞ。ここで働いてんのか。大変だな、リーグ。ありがとうな。そりゃ嫌になるよな、これひどいわ、この労働環境は。で、クリアかな。あ、またそしてなんだ。あ、だいぶ遠いな、ここ。あ、サライベントか。教会に行く。じゃあ行きましょう。はい、教会に着きました。祈るのかな。なんだありゃ。なんだ、またいんの、リッパー。なんだ、誰だ。あー、なんかあれか。よし、その程度か。で、終わりかな。はい、倒して。なんだ死体があるところでよくできんな。あ、思い出すかな。では、言葉の準備はいいですか。結婚式にこの服装、新郎から始めましょうか。帽子までかぶって。私から行かせて。リーコ、誰も来てくれなくてごめんね。みんなを怒らせちゃったみたいね。いや、そりゃそうだろ。私たち、まあ、結婚式に帽子、このかぶり方。ブーザーはいるけど。私にとってかけがえのない人よ。一緒なら他には何もいらない。
本当よ。この指輪は私の愛の証。あなたが大切なの。この気持ちに始まりもなければ終わりもない。愛してるわ。どうした？また来た。なんだあいつはこんな都合よく来んの。なんだすげえあれだぞ。なんだ隊員か。いっぱい来るけどあれだな、火炎瓶とかいいな。爆弾も投げるか。見えないんだよな。お、なんだ自爆した。すげえやつ来たな。結構な戦いだったのに。思い出すたびに戦うんじゃないこれ。この指輪に誓う。約束するよ、一生大事にする。俺たちはずっと一緒だ。それどころじゃねえよ今。では誓いの基礎。あ、ちょっと待って、こっちの方は返しておくわ。ただしバイクと同じくらい私のことも大切にしてね。それでは あなたたちはもう夫婦ですこの人もかわいそうだな。じゃあ私はこれで。おい空気読めよなんじゃこれ、まだ来るんじゃないの。死体だらけのところで大丈夫。約束する。え？これっきりだ。そこまでしなくても。はい、ということでね、ちょっとブーザーがすげえ危ねえやつになってちょっとね、でサランの方はなんか死んだみたいな感じなんですけど、まあ確認したわけじゃないんで、まだちょっとねワンチャン生きてるかなと僕は思ってるんですけど、はい、それはまた今後かな。でまだねあの爆破イベントも起きなかったですね。うん、どうなっていくんだろう。それはねまた次回やっていきたいなと思います。ご期待ください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画もし良いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気に留まっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。